こんにちは。はじめましての方は、はじめまして。私はイクコと言います。改めて自己紹介の動画を作ろうと思って、今日は撮っています。前に、セリフを台本に書いて、台本っていうか、セリフを作って一本動画を作ったんですけど、どうもどうも棒読みになっちゃって全然なんか不自然だなと思ったんで、もうまあいいやと思って、今日はまあ一応台本を作ったものを思い出しながら自己紹介をしていこうと思います。私1971年生まれで、イノシシ年の、まあ、今50歳になったところです、の、まあ、お坊さんです。まあ、ずっとね、可愛くいたいんですけどどうもどうも太ってしまいましてまあ、いろいろね原因はあるんですけど、もう分かっているけど、なかなかね、まあ、これからダイエットもしていきたいと思うんですけど、っていうか、まあちょっとずつ気をつけて、ちょっとずつは減ってるんですけど、体重とかも、まあでも、まあ無理せず、やっていこうと思います。で、まあ自己紹介っていうか家族紹介なんですけど、まあ私子供が3人いまして、まあ子供って言ってももう、大人なんですけど一応3人男の子を見まして、で、まあ一番上の子はまあ男の子だったんですけど、まあ、今女の子になっちゃいまして、とても綺麗な娘になりまして、私はちょっと嬉しいんですけど日々美容情報とかね、こう健康ダイエット情報にはね彼女は詳しいんで、とても参考にさせてもらってます、っていうのと、まあ次男はね、真ん中のお兄ちゃんは、まあ、普通に大学を出て今就職を探していますっていう感じですで3番目の子供の、まあ、こうちゃんは他の動画でもご紹介してはいるんですけど、まあ、上の子と7つ離れて生まれて、で、まあ、2歳終わり頃に発達障害というか自閉症っていう風に診断されて、で、まあ、小学校やね中学校高校っていうところも特別支援学級とか特別支援学校っていうところに通いまして、今卒業して今年からまあ本来だったら就職をするとかいう年齢なんですけど、18歳なんですけど、まあ、就職がねこのコロナ禍でなかなか厳しいっていうのと、まあ、うちの子のレベルがそこまで達していないっていうのもあって就職できずに、今就労移行っていう福祉サービスを使って就職に向けての練習っていうか訓練っていうかね、そういう感じで通っています。で、旦那さんはまあ普通にサラリーマンで、まあ日々頑張ってまあ企業戦士として戦士として戦っておりますっていう感じです、で、まあ私普通の子育てももちろんしてきたんですけど、まあ上の子がね性同一性障害っていうのもあったりして、まあそれに関してはあんまりどうも思わなかったっていうか、まあ持って生まれたその心とね体のなんていうのかな食い違いみたいなもので、逆にごめんねって感じなんですけど、最初からね女の子としてね産んであげればよかったかなと思うんだけど、まあそれはそれでもう仕方がないことなんで、まあでも今は本当に問題なく私の心も受け入れてるし、家族も全然みんな、姉さんとしてね一緒に過ごせてるんで、私は本当に
良かったなと思うんですけど、まあ、今後もねいろいろ活躍をまあ見守っていきたいなと思ってるとこなんですけど、まあ、そういうことを、まあ、発達障害というか自閉症の障害者、一応知的障害もあるので障害者っていう子供を育てながら、まあ、まあその育ててる家庭っていうのは、まあ、今もまだ途中ですけど、その家庭っていう中ですごいなんかいろんな試練っていうかことがありまして、やっぱりまあもともとまあ普通に上の子2人はまあ2人は健常者ってことで普通にあの学校行かせたり塾行かせたりとかいう感じで普通に育ててた中で、あの3番目がねそういう知的障害とかっていうことが分かって、もうなんか普通じゃないっていうことにすごいなんか自分のせいだとかなんか罪悪感とか、あとなんかどうしたらいいんだろうとか将来大丈夫かなとかいう不安がすごい押し寄せてきちゃって、でストレスでまあ和製動病になったりしたりして、いろいろ本当にストレスによって体を壊したなってっていうのと、まあ無理がたたって壊したなとかそういうのもあったりして病気をいろいろしてきて、まあ今はバセドウ病はまあ落ち着いてっていうか、まあ一応治療したので、あのバセドウ病ではないんですけど、逆に今度低下症なんていうかな、逆バセドウ病と逆の病気になっちゃって、で新陳代謝がめちゃめちゃ落ちちゃってるんで、なかなかこう動きが鈍くなっちゃって自分の中で、まあでもそれは精神的なもので乗り越えようみたいな感じで、あのスピリチュアル的なところをまあのね門を叩いてしまって自分で、でそっちの世界をちょっと知っていくうちに、なんかあ楽に生きればいいんだとか、なんか結構何があっても大丈夫だなとか、宇宙はあの無償の愛で私を包んでくれてるなとか、そういう風にまあちょっと宗教的って言われちゃうとまあそう思われがちなんですけど、まあそれ思うならまあそれでいいんですけどっていう感じで、心っていうか自分の自己肯定感をすごい高めることができて、まあ、ちょっとずつですけど自信もついてきたのかなと思います。 なんてかっていうか、まあ、結局あのもともとすごいあの引っ込み思案で、あの人前で喋るとかも全然無理な性格だったんですけど、まあこう子供を育てていくうちにいろいろ鍛えられたんですよね。なんかまあ、まずは子ども会の役員をやったりとか、学校のなんか役員をやったりとかっていうのがちょっとずつ増えてきて、あの、まあ、やらざるを得ない状況みたいなのに、まあ、自分がこうぶつかった時にまあしゃあないやるかみたいな感じでやってったら、なんかこう結局人前で喋ることとかがあのありますよね、そういうのって。まあでもそれが嫌だからあのやりたくないとか、仕事をしてて役員やれないとかそういうのもあるんですけど、まあ、私はもう私もまあパートでずっと20数年働いてたんで、まあ、時間的にはまあ結構厳しいかなと思ったんですけど、まあ、たまたま融通が利く会社に入っていたので、そこでねあのわがまま言わせてもらって、うん、学校とかの行事でその役員だと余分に学校行ったり手伝ったりとかありますよね。なんかそういうのもあの許してもらえて生かしてもらってっていうところから、あの人前で喋る機会をいろいろ与えられたところで、なんかあの鍛えられたっていうか、そういう感じで喋れるようになってきたんですよね。
あの BTS 総会とかあるじゃないですかあれってめちゃめちゃあの保護者がめちゃめちゃいて、で前でしかもマイクで喋るんですよ。実際私がやってた役が、まあ、会計とかだったんで、まあ、会計事務所にいたからかな、わかんないですけどまあでも会長とかはちょっとさすがに厳しいんで、私、まあ、会計とかならいいよって感じで、でもやらせてもらって、でね、いっぱい数字をね読んだりするんですけど、まあ一応台本があるんで、それは台本を棒読みしてやってたんですけどね、うん、っていう感じで人前でマイクで喋るみたいなことも経験できたことで、まあ前でいろんな人の前でちょっと喋るぐらいはなんか鍛えられて来て、今こうやってね YouTube で喋るみたいなことを始めちゃったんですけど、まあ、SNS で情報発信っていうのはもう本当にまあ、子供がちっちゃい頃からYahoo のブログをやってたりとかはしてたんですよね、うん、だからまあ発信することは日常のことをなんかこんなことがありましたみたいなことを発信するのは全然慣れてて、でそういうインターネットにつないで何かするとかいうことも別にそんな抵抗もなくやってたんで、何でもかんでも結構やってみようって感じでやっちゃって、で、ね、お金に目がくらんだ時はちょっとね詐欺みたいなのに引っかかったこともあってまあまあお金をねちょっと使っちゃったこともあったんですけど、まあ、それはそれでまあいい経験で、まあ、それもねいろいろ、まあ、話そうかなと思うんですけど、まあアホだったなと思うんですけどね。で自分をね、まあその、まあ、話は戻るんですけど、スピリチュアルに目覚めたっていうか、そういうところが大事だなと思うようになったのが、まあお友達から神社とか行ってみるみたいな感じで、あるこうなんていうのかな、メッセージがこう受け取れる人を紹介してもらったんですよ。でその人はまあたくさん私にいろんなことを教えてくれて、もう本当にその神社に通っていたもう1年弱ぐらい、毎月毎月いろいろな神社に行って、でそこそこで受け取るメッセージを自分にこう私に伝えてくれて、で周りの人一緒に行動してる人たちとも交流ができて、もう本当に知らない人と初めましてでもまあなんか割といい人ばっかりだったんでね、もう本当になのでありがたく、まあ、今でもご縁が続いてる方もいるし、でそこですごい学びがあって、で、まあ、その時に子育てのね相談とかもいろいろさせてもらって、まあ、私は将来お金に困らないと思うよっていうのも言ってもらえたんで、まあ、それがちょっと自信っていうかね、なんか無謀なんですけど、もうなんかなんとかなるわみたいなきっと神様っていうかね、宇宙は私に必要な時にはお金を与えてくれるんだろうと思って、まあ、やりたいことをやっていけば、私が楽しいと思うことをやっていけばなんとかなるだろうっていうね、なんかなんとかならんわって言われそうなんですけど、でもそんな感じで今進んできていて、まあ、実際は私は旦那さんが一生懸命働いてくれていることで、まあ、生活はなんとかできる状況なのでこういうふうに行動ができるんですけど、まあ、本当旦那さんには感謝してるんですけど、まあ日々辛いと思うんですけどね、サラリーマンっていろいろ大変ですもんね。私も雇われてた時は結構ストレスあったんで、もうそんな
ね、パートと違うからやっぱり苦労は多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ、それを支えていくのが私の役目かなっていうのもあるんで、ちょっと頑張ってね、定年まで支えたいと思うんですけど、そこまでに私がなんとかね、なんかやりたいことでを仕事にして、お金も稼げて、でみんなも幸せにしていきたいなっていうような、なんかもう感じになっちゃうんですけど、そういう風に持っていきたいなっていうのが夢です。で、まあずっともう子供がちっちゃい頃からパートは行ってたんですけど、先日というかね、この2021年の3月に会社をパートを退職しまして、で、子育て、家庭、そして、まあ、やりたいこと、周りの人を幸せにしたいなっていう気持ちが強いので、それをやっていこうと思って、まあ、YouTube をね、まあ、YouTube 始めたのはもう仕事と掛け持ちで日々、まあ、2年ぐらいやってるんですけど、もうすぐ2年ぐらいかな、やってるんですけど、まあ、パートを辞めて、で、まあ、自分の人生を生きるっていう風に決めて、今無謀にも YouTuber になるぞみたいな、こんな世の中で言ったらすごいねとか言われるんですけど、お友達とかにはすごいねっていうか、まあ誰でもできるんで、やろうと思ったら誰でもできるんで、本当にやればいいのになみたいなまあでもね、それは人それぞれやりたいことが違うと思うので、まあそれはいいんですけど、お金はきっとなんとかなるなと、そのスピリチュアルのね勉強した時に、思って、まあスピリチュアルっていうのは、まあ、魂のねことなんで、私の魂がどれだけ喜んで過ごせるか、この肉体を使って私の魂がどれだけ思い通りにっていうかね、いけるのか、多分私の魂はすっごい冒険好きなんですよ、だからまあいろいろね、試練を与えてきて天が試練を与えてくるんですけど、まあ、それにぶつかってへこみ、また立ち直り、でまた次のことを始めみたいな感じで、たくさんの冒険をしてきたんですけど、またここからもまた冒険で、50歳になった、まあ、いい節目というか、そういうところから会社辞めて、さあ YouTuber だと思って、でちょっと前にYouTube の収益化も一応審査が通りまして、まだ0円ですけどね何にも振り込まれてもないし、そういう手続きもまだなんですけど、一応なんか広告がつく動画もできてありがたいことなんですけど、っていう感じで、まあ私のその家族と私の自己紹介をまあグダグダと話してしまったんですが、とにかく私の子育て経験とか病気の経験とか、あとまあいろもろもろ、まあ、冒険してきたこの人生で学んだこととかをこのチャンネルでお話ししていけたらいいなと思って、でこれをね、この「いくこ」っていうチャンネルをここまでやってきたんですけど、結局このチャンネル見てなんか気づくことがあったらいいなってもう超皆さんを超ハッピーにしたいっていうだけなんで、今ね本当にこういう世の中でなんかどうしたらいいのか、本当に苦しんでる人もいるし、病気で苦しんでる人もいるし、お金で苦しんでる人もいるし、
それこそ人間関係、夫婦関係でも悩んでる人もいるんじゃないかなと思うんですけど、まあ夫婦関係で言ったら私だっていろいろあって、今はまあ ね、2人で出かけたりとかいうこともまああるんですけど、まあね、そういう過去にはね、いろいろ女性問題だったりね、そういうこともね、なきにしもあらずであいろいろあったりして、まあでもそれも乗り越えつつ、まあね、夫婦関係とかもね、それはね、いろいろありますよ、やっぱり。うん、私がね、いくら旦那さんに構ってほしいと思っても、まあね、仕事でもういっぱいいっぱいだったら時とかはね、まあ無視されたりね、でどんどん太っていっちゃったので、それは女性としてのね魅力もなくなっちゃったりしてだと思うんですけど、まあ、うん、いろいろで夫婦問題もね、まあいろいろありましたよまあでもそれも、もしね、いろいろ聞きたい人がいたら、まあ、話せる範囲で話していきたいなと思うんですけど、うん、いや本当に、まあ、ただ今がいい感じだなっていうのはまああるんで、うん、ここからね頑張っていきたいんですけど、で先日旦那さんに私がちょっとへこむことがあったんで、ちょっと元気がない状況があったんですけど、その時にまあ、たまたまテレビで夢を叶えるっていうようなある女性が絵本作家を目指してて、でご主人さんが一生懸命応援して、その方が今絵本作家で活躍されてるよっていうような番組があったんですよね。でそれを一緒に見てて、まあ、私も YouTuber としてとか、まあその YouTuber をやりつつ、将来はまあ皆さんが集える楽しい場所を作りたいなとか思ってるんで、それもね旦那さんにはまあ前から話してるんで、それを叶えたいなって思ってるのを知ってるからかな、うん、まあぼそっと夢叶うといいねって言ってくれて、もうなんか半泣きでした今思い出すの涙が出てきちゃうんだけど、でもそういう感じで、まあ、応援してくれる人がいるんで、うん、頑張ろうかなと思って、で、まあ、いろんなことを話すチャンネルなんで、興味がない話題もたくさんあるとは思うんですけど、まあ、その中から自分が、皆さんが面白いかなって思う動画を、まあ、見ていただければ私は嬉しいし、その動画で何か気づきがあったらそれはそれでもう本当に嬉しいんで、いろんな動画を上げていきたいと思いますので、またよろしくお願いします。ちょっと今日は長くなっちゃったんですけど、私の自己紹介&チャンネル紹介でした。ではまたこれからもよろしくお願いします。ありがとうございました。もしよければチャンネル登録と高評価お願いします。では今後ともよろしくお願いします。